大丈夫そうな、とりあえず挨拶から行きましょう。はい、どうも、こんにちは。帝の音が出て、王と無神帝王です。はい、ちくみさんいらっしゃいませ。読んじゃないですね。ということで、はい。この時間は平日の昼の部ということで、プレイステーション3版の、トトリのアトリアへ、アーランドの錬金術師2の、はい、初見攻略プレイやってます。はい、誰って、帝辺の王の帝王ですよ。帝王さん。はい、サンクメさんいらっしゃいませ。興味ないのに。じゃあ何興味が来たんですか。はい。テスさんいらっしゃいませ。はい、おこつです。はい。テトリじゃないです。トトリです。はい。テオドトコムさんいらっしゃいませ。はい。何親の精神リブに耐えかねるときなんてどうすればさあ、精神 DV じゃ、こっちはね、物理の DV で反撃すりゃいいんじゃないですか。はい。ロコムさんいらっしゃいませ。こんにちは。はい。ゼンダでって、そういうゲームじゃないでしょ。はい。人造さんいらっしゃいませ。リフレは夜10時です。ということで。ということで、はい。題して、センサー性のない底辺がとりあえず遊ぶ配信、その9で、はい、お送りしますので、よろしくお願いします。なんとかね、免許も。反撃ですね。了解です。ただし、自己責任で。繰り返し。4年目の2月19日まで進みましたね。こんにゃくゼリーソーダ味を買いました。普通でした。冒険者レベル30、錬金術レベル26。からかな。そうそうそう。誰でしたっけ、ステルクでしたっけね、おっさんが抜けちゃったんですよね。こんにゃくゼリー、ソーダ味。こんにゃくでソーダってあるんですか。ねえ、ちょっと戦線離脱しちゃったから。ねえ、今一応ミミちゃんね、もう吹き刺したけど、もうちょっとね、弱すぎてた。そうだぞ、そう、うん。そうだったのか。ってことですか。ちょっと当面ね、錬金、錬金の方進めるしかないでしょうね。笑う予定よ。笑う、何笑うんですか。はい、14個目さえいらっしゃいませ。こんにちは。何が分かんないんでしょうね。とにかくもうガンガン作るしかないんですかね。今受けてるスケジュールはなんだこれ。帝王も体育座りできないの。できないの。リルル行きましょう。はい、16個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。体育座りね、ちょっときついですね、もう。そうだ、村の村長さんか。何のこと。次はいつ頃便座割る予定ですか。はい、何のこと。割れ得しましょう。何の割れ得。ちょっと待って、ちょっと音ちっちゃいか。二足歩行どうでしょう。なんとかできますよ。なんだ。蛇の毒袋。トトリちゃんだったら。本当すぐに渡す。臭い液体。それじゃあ。何、風の精の息吹。トトリちゃんだったら。本当？それじゃあお願い。三個。何、ヒーリングスボア。今の体験が不便だったら第二形態に変身とかできないですか？どこのあれですか、第二形態とかフリーザじゃありませんし。これどうなんですかね、ステルクはいつ戻ってくるの。ん、なんだ。あ、帰ってきた。終わった。何、ステルクさん、どうでした。王様捕まえましたか。帝王はあと何回変身を残してるの。さあ、変身はしません。無念失敗。どさ。すまない、心配をかけた。びっくりしましたよ、急に倒れちゃうんですもん。
スジェンクと戦闘一緒にしたことある？え、してますよ。てか、ステルク、そしたらなんか急にね、途中どっかで行ったらいきなりイベント発生してね、パーティー抜けちゃったんですよ。なんか王様見つけたからって。うん。ね、それで今困ってて。まあ、これで復活、復帰するんですかね。同時に検索。何言ってんですか。ああ、王にやられた。やられた？意気込んで言ったはいいが。見事に返り討ちだ。直近に王様出てくるけど王様の方が強い。そうなの。返り討ちですか。どんな王様なんでしょうね。ステルクさんが返り討ちってどれだけ強いんだろう。何、王様仲間にできないのこのゲーム。それでこれからどうするんですか。決まっている。自分自身を鍛え直してもう一度挑む。王様は強しキャラだからね。何、味方にできるんですか。はい、グレさんいらっしゃいませ、こんにちは。あと一歩。そうですか、頑張ってくださいね。私にできることなら何でも協力しますから。それは助かる。今まで通り君の手伝いは続けさせてもらいたいと思っていた。トトリではおそらく無理でござんす。あ、そうですか。ロロナならできたかも。なぜかトトリのアトリエだけには出演しません。なんだ残念。また手伝ってくれるんですか。今なんでもって言ったな。なんでみんなそこに食いつくんですか。はい、32個目さえいらっしゃいます、こんにちは。実戦の中でしか見えないものもある。誰かを守りながらとなればなおさらだ。とはいえ、前回は仕事の途中ですっぽかしてしまったからな。ねえ、本当に。虫のいい話かもしれないが。まったく。気にしないでください。今日は今日もチキンラーメンです。今日もって違いますよ。33個目さえいらっしゃいます、こんにちは。チキンラーメン今高いんですよね。結構品数がなんかスーパー行ってもね、なんかあんまり入ってないから。これからもよろしくお願いしますね。こちらこそよろしく頼む。ね、結構チキンラーメンに限らずね、日清の食品なんか軒並みね品薄になってんですよね。全く売ってないってわけじゃないけど、はい、何でしたっけ。とりあえずなんだ、ステルクいねえから現金の方だけやろうかな。ね、できれば300円ぐらいだったらね買いたいんですが、高いんですよね。今5袋で400円とかね、すごいぼったくってるんですよね、うちのスーパーというか。何でしたっけ、何作るんだっけ。ステルクは多分街中にいるよ。もう、まあ、とりあえずちょっと錬金やろうかなって。臭い液体、これならいくつ作ろうかな。3つぐらい作るよ。品質は、で、こっち水があんまり。これで大丈夫だよね。それじゃ、できた。どの特性を残そう。どれでもいいかね。質が上がりそうな、なんだ。ステルク、職人通りにいるらしいぞ。職人通り。この声、ステルクさんかな。はーい。はーい。すまない、開けてくれないか。両手が塞がっていてな。何で塞がっているの。何か持ってきてくれたのかな。ちょっと待っててください。ふん、思ったより重かったな。なもん、コロナ程度持てないでしょ。何ですかこの箱。アストリッドのアトリエに残っていた材料だ。出た手を思い出せないものがあるかもしれないな。ないじゃないですか。師匠のコロナが入った箱ですか。生が残ってたんだ。
え、なんか古いの。でも使っちゃっていいんですか？先生の師匠。国会議事堂から見てます。なぜコロナ詰め合わせ。何言ってんですか。40個目さえらします。こんにちは。構わん、置いといても腐るだけだ。腐っていてもなくなっていてもどちらにしろ文句は言われるんだからな。そうなんですか。わかりました。それじゃあ遠慮なく使わせてもらいます。当然だ、そのために持ってきたんだから。ん、何をむくれているんだ。もう、だってステルクさん私には持ってきてくれなかったのに、トトリちゃんにだけ。無理を言うな。あいつがいなくなった後君もすぐ旅に出てしまったじゃないか。それはまあそうなんですけど。先生だったら半分こにしませんか。私一人じゃ使い切れないし。へえ。え、ああやだ違うの。そういうことで怒ってたんじゃ。ごめんね、変な気使わせちゃって。まったく。ロロナはこの黒男とことできてるの。さあどうなんでしょうね。違うっぽいですけどね。はい、42個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。でもなんかまあね、多分ね、ステル君の方はね、気があるっぽいですけど。あと何でしたっけ。風のせいの息吹、ヒーリングスポア1個。風のせいの息吹。これか。英語はリスナーだと誰も気があるの。いや別にリスナーさんには誰も気ありませんよ。いくつ作ろうかな。5個ぐらいいっちゃいましょうか。俺なんて人わかりませんよ。金持ちだけで所定王が狙うの。何言ってんですか。私、僕ですね。何言ってんですか。あんまり品質悪いのダメかな。そうなんだ。どうしようでもいいか、もうどんどんやっちゃおう。いいのかな。あんま低いと ひどいことになっちゃうかな。せめて40ぐらいあれで。1、なんだこれ、臭いってダメだ。わ、水使っちゃうか。大丈夫だ。それじゃ水がなくなった。どの特性を残そう。吐血。ねえ、どうしましょう。コロナな。お客さんかな。なんだ。失礼する。何？急ぎた。これを譲ってもらえないか。純粋なる毒。どうしようかな。これ。こういう茶があっても意味ないんでしょう。断る。三解析したら第二形態に変身。なんでですか。さて、今日もお仕事っと。簡単な依頼があるといいんだけど。今日結構あったかいですかね。なんかあんまり暑いっていうか、なんかキャー。あ、今の声フィリーさん。な、何があったんですか。うん、失礼。ああ、君か。目の前で見てきた。見てきた。
せいちゃんの悲鳴が聞こえて飛んできました。飛びます。悲鳴は聞こえませんよ。はい、54個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。目の前で？ならどうしてそんな落ち着いて？あ、なるほど。そういうことですか。ああ、なるほど。何をどう納得したのかな？いや、それはそのまあ残念ながら君の予想通りだ。気を失っただけだからすぐに目を覚ますだろう。あんまり気にしなくていいと思いますよ。リリーさん、ああいう性格だから誰を見ても気絶するんですよ、きっと。悪いが一人にしてくれる。さすがにちょっとかわいそうかも。でもピリーさんの気持ちもわかるしな。ああ、こんにちは。リリーさんはテイちゃんを見たらどうなっちゃうんですか？さあ、いや同じように気絶しちゃうんじゃないですか。ありがとう。なんかあるかな。心的外傷、ストレス障害になります。どういうことですか？テイはステルクに似てるんでしょ。どうでしょう。あんなイケメンに似てたらむしろね、びっくりですよ。どうも、あ、それ、スイング、トトリちゃ、それじゃ、栄養剤、それじゃ、トトリ、それ、ま、どれどれ、はい、なんだ、パト来たよ。おやつは、ステルクさん、パトさん、はい、59個目さんいらっしゃいませ。おやつは今日ベビースタックいました。俺ってどういうこと。ルッポ、こんにちは。今日はステルクさん、可愛いと変な男がいっぱい来るとかストーカーとかデメリットあるらしいですが、イケメンはどんなことが辛いですか、ジェイオンさん。さあ、僕は知らないから。そりゃあね、女がいっぱい寄ってくるんじゃないですか。美女も寄るでしょうけど。ね、ブスだって来るでしょうし。久しぶりにクーベリースターめっちゃうまい。ね、美味しいですね。ロロナのアトリエってことはコロナのアトリエってのもあったのか。今の時期に発売してなくてよかったね。どうだったんでしょうね。でもこれもしね、ロロナが同時期に出ても別に、さすがそれは風評被害でしょうね。何？どこ行ったの？何？わぁ、鳩がいっぱいあんなにいる。ちょっと一匹だけじゃ、一羽だけじゃないの？やっと追いついた。うわ、何これ。あらら、鳩だけが友達って。かわいそう。パクパク。うん。君か。すまないが少し待ってもらえるか。うん、さあ、食用じゃないでしょ。せいちゃんだってリスナーだけが友達じゃない。ちぇ、ステルクさんの？ダメですか。ああ、仕事柄、連絡を取らねばならない相手が多くて。ブス迫害主義者なところがありますね。気づいたらこんな数を買う羽目になっていた。中華だと鳩の料理あるけど空気しない。うん、そう？
沢さん。どうなんでしょうね。美味しいんですかね。クラポン。クラポポ。うわあ、な、なに？ほう。ずいぶん気に入られたようだな。帝王は超美人しか許さないからね。ブスは人権ないといつも主張。いや別に人権ないってかぶっちゃけね、そうですよね。だって男だってそうでしょ。女だってねえ、ね、女男限らずね、ブスブサメンはね、人権なんてないんですよ。それはね、身をもって体験してますから。鶏肉より身が引き締まってうまいらしいですよ。鳩ね、食ってみたいですね。ネズミの脳と変える、いやさすがにそれは食いたくないな。いくらあれ、福井の駅で今までで一番ありえんくらいのブスの上級国民見たことある。どんなですか？男は金、いや金ってことはないでしょ。いやそりゃ金ってのはだから ブサメンでも、だ金があればそういうねあれでね可能性あるかもですが、ねえイケメンだったら金がなくたってね女寄ってきますからね。あ、いえ別に用はなかったんですけど、あ、そうだ、あの先生の金があればいくらでも美人50人はべらせれるよ。感じだね。君はそんな鳩のことは知らない。でもブスの上級国民。そうじゃなかったかな。あ、そうでしたね。ていちゃんに札束でビンタしたい。僕はそれじゃ従わないと思いますよ。過ぎるともうダメね。帝王さんも気をつけてね。強く言えた義理ではないが。本当に忘れてくれ。用がないならこれで失礼する。ちょっと怒らせちゃった。でもステルクさん自分の仕事して私のお手伝いしてくれて、その上鳩の世話まで。ロリータ、はい、どうも。83個目さんいらっしゃいませ。こんにちはです。ロリータ何のこと？ロリー、トトリって12歳？首細すぎ。さあ知らない。あーちょっと待って、一応ステルクいいでしょう。ホワイトロリータ、何言ってんですか？ステルクさん、お菓子でしたっけ？こんにちは。ん？ああ、君か。これなんかイベント？あれ？本当にイベント多いですね、このゲーム。何かあったんですか？何もないと言いたいところだ。12から19なら帝王の範囲内都市。12じゃないですよ、15から25ですよ。そんなに怖いのだろうか？自覚なかったんですか？イベント多すぎてていちゃんあくびしてるもんね。すごくかっこいいです、ステルクさん。今さらお世辞を言われてもな。ごほごほ、コロナうつしてやる。お世辞じゃないですよ。慣れてきてちゃんと顔を見れるようになってからずっと思ってましたし。つまり慣れるまではろくに顔も見れなかったということか？それは、どうしたんですか？急にそんなこと気にしたりして。今日一日だけで3人の子供に泣かれた。目が合っただけでな。コロナなばらまくとか叫んでる愛知の人いましたね。帝王さん近いから気をつけて。なんで僕神奈川です。コツです。はい、どうも。94個目さんいらっしゃいませ。こんにちは、コツです。こういうイベントも惰性に感じちゃうかもね。確かに。気の毒なのは私か、それとも子供の方か？そりゃ子ど、あ、BG も止まった。あー、じゃなくて、とにかくステルクさんらしくないですよ。ステルクさんって言えばもっとこう毅然としてキリッとしてないと。神奈川のコロナ感染者昨日一人死亡したって。そうな、今見てますけど。
君の顔を見たら、亡くなった人の何、その性別とか何も非公表っていうのが怖いんですが、どういうことでしょうね。いえ、愚痴くらいならいくらでも付き合いますよ。いや、気持ちはありがたいが、今日で最後にしよう。それと、上級国民だから公表しないんでしょ。特に上級だから。先生には内密にしてほしいんだが。はい、絶対喋りません。トトリ13歳、次回作で19歳らしいです。6年経つの。ってことは何、ロロナが何、22が28になるってこと。わなんかちょっと可愛いかな。13なら帝王大好きとし。どういうこと、ダメでしょ。せめてあと2年ぐらいね。ていうか、どうした、仲間になって、一緒に冒険、誰と別れようかな、どうしようかな。ミミちゃん、さよなら。いいだろう、家族の風評被害が怖いのだろう。風評被害って言ってもそんなんでも分かるんですかね。なぜ、いや別に16でもいいんですが。ねえ。風評被害って、そんな完成したからってなんか、迫害受ける？なんで ?8 歳どういうこと？何があるの？あ、秋野さんじゃありませんよ。はい、105個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。それに僕、ハゲてないし。ちょっと待って、被害は？ツインク、これか、ヒーリング、なんか薬飲まされて幼女になったとか、そんな感じ。マジっすか。でも8歳じゃね、ダメじゃないですか。何、最終的にでも戻るの？ヒーリングサルブじゃないでしょ。本来隔離されないといけないのに自宅ってのがすでにおかしい。ねえ、このハゲ豚、どういうあれなんでしょうね。これなら小さい子でもコロナ禍になったらコロナーマンっていじめられる、目当てせちがらい世の中。そうだね。表向きでは8歳ダメというしかないよね。戻るけど、なんか14歳までしか戻ってなかった。どういうこと？30か。産地じゃな、さすがに。これ終わった。マンドラゴラ。これで大丈夫、それじゃ。医療関係者ですらコロナなったら病原菌扱いやから、ひどい世の中やで、みんな自分が感染したくないから。帝王も8歳に手出したよね。何を言ってるんですか。レベルアップ。でまたイベント、誰だろう。はーい、いや、お邪魔するよ。なんじゃと、ていうか、マークさん、ははプッツと製造規定を、まあ大体は細菌だとか臓器とか言われると思うんですがね。あ、お茶はぬるめで頼むよ。どうするっても猫舌なので、ね、感染したら何、病院で隔離じゃないけどあれだから別にね、え大体ね、感染したらもう家族だってアウトでしょうから、みんなね仲良くね、病院入院コースじゃないの。君は物覚えが悪いようだね。僕の呼び方を忘れてしまったのかな。あ、そうでした。異能の天才科学者プロヘンサマークも、いじめられるよ、みんなで仲良くジム行くよ。そう、イケメンでも美少女でも転がったらみんな見捨てて臓器の扱いらしい。入院はするだろうけど病院が決まるまで自宅待機なんでしょ。あ、それでかね。50代の件みたいに決まるまでって言ったって、そんなね1週間も2週間もじゃないでしょう。いいよ、あっさり。
本当そんなね、感染地まってね、自宅待機ってんじゃん。今後は他の人によっちゃ本当にね、そうやってね、感染広めるようなね、アホもいるんじゃないですかね、大丈夫なんですかね。うん、最初から聞いとけばよかった。あと、それで、私に何かご用ですか？え、声優さんわかんない。どうでしょう。大したことじゃないよ。怖いな。改めてご挨拶をしておこうと思っただけさ。いや違うんじゃない。感染がかかったら広めるだろうね。ねえ、そういう人もいるんじゃない。ポツポツとお嬢さんの噂を聞くようになってきたからね。私の噂を本当ですか。聖王さん発症するみたい。つまりもうコロナなったら燃やすしかないと。もう燃やさなくてもいいかもしれないね。人が大丈夫なら何もしない。喜んでいていいのかな。じゃあ上級国民にね、打つしかないでしょう。悪い噂なんですか。ね、どうやったら上級国民に打つんですかね。ただお嬢さんが有名になった今、ピアスのあの博士の人かこれは。ライバル宣言をさせてもらう。128組さんいらっしゃいませ。こんにちは。日本が滅びる。日本はライバル宣言、日本滅びたってどうせこの先いいことなんかないんだし。そうとも、今この瞬間から僕とお嬢さんは敵同士だ。敵？滅びるなら帝王さん借金しまくった方がいいね。借金ね、でもその前に貸してくれないでしょ。おかしなことを聞くな。科学者と魔法使いが敵同士なんて遥か昔からの決まり事じゃないか。魔法使いじゃないです。錬金術師です。似たようなものだろう。ひょっとして違うのかい。全然違います。錬金術っていうのは。サラシンなら無担保でいくらか貸してくれるんでしょ。滅びるなら借りてきて、トトリを困らせて顔を赤くさせたい。無担保で本当に。ふん。でもつまり錬金術は借りてどうするの。学べば誰にでも扱える代物だと。そうです、先生がそう言ってました。要望を包み入れても借りってことは無事だったら返さなきゃいかんが、免許だけでいいみたいよ。 ID 迷惑配信者の出身地が愛知岐阜に出身していることをどう思いますか。そうですか。お嬢さんと先生とその師匠の3人しかないんで。あんまり愛知岐阜の生主さんで知らないんですが、ね、誰かいるんですか。でも借りてどうすんの。借りて何するんですか、その借りたお金で。それは先生の教え方が下手だからかな。あーなるほど。女買いまくる。指導者不足。買ってどこに。最新ゲーム、やりたいゲームないですよ特に。ゲーム買う。何、勤務先の確認取らないとじゃあダメじゃん。しかしそうか、てっきり魔法使いの類かと思っていたけど、実際はこの国の自称科学者たちとそう変わらないのか。親の勤務先でいいわよ。そうなんですか。錬金術と違って機械とかはよくあちこちで見かけますけど。この国にある機械は全て発掘されたものを流用しているだけだからね。人体でも勤務先把握できんと貸さないこと多い。じゃあダメじゃん。ほとんどの人はその仕組みを知らないし、知ろうともしない。144個目さんいらっしゃいます。微妙ですね。にもかかわらず科学者気取りの人間のなんと多いこと。無職にはお貸ししません。女性の不動産屋がほとんど。マジですか。闇金とか怖いのは貸してくれるんやないか。とにかく全ては僕の誤解だったということだ。はい、この通りだ。なんでダクラはダクマチナなんか買ってませんよ。どういうこと。そんな別に謝らなくても。私闇金はさらに厳しいよ。そら無職なら返さないからね。それは助かる。当てがないんですか、ね、これからは同志となるのに。貸すわけないでしょ。最初からギクシャクした関係では何かとやりづらいからね。どうし？ YouTuber も稼いでても借りるの大変らしいね。もう買って愛用してるものだと。誰がですか。買いませんよ。なんでも何も。どうせ日本滅びないんでしょ。借りたら貸せなあかんね。分野は違えど目指す方向は同じ。どうなんでしょうね。君がそう言ったんじゃないか。言いましたっけ。なんか
都合よく取られてる気がするんですけど。僕の力が必要な時はできうる限りの協力を約束しよう。無論その逆もしかりだ。人面は保証会社とかいう保証人代行会社入れるのがほとんどだから、エッチなゲームお願いします。エッチなゲーム今日夜やりますよ。保証会社の審査合格しないと住めない。悪い人じゃなさそうだけど不安だな。ねえ、マークが雇えるようになりました。思ったんですけど、これこういうイベントが一切なかったら本当に一周ささって終われる、すごいなんかテンポいいゲームのような気がするんですが、そこは突っ込んじゃダメ。その保証会社も高い保証金、さらに保証人つけろっていうからな。なので帝王がマンション住みなので無職ではない疑惑。帝王さんに宅高級住宅地に住んでても金貸してくれないよね。ねえ、だって親が分譲で買ったんですからね。はい、160個目さえいらしますし、自分は脱がなくていいですね。あとなんだ。くれないの洗浄。何言ってんですか。覗けませんよ、これね。カメラ視点変えられませんから。あ、そうなんだ。賃貸で住んでると思ってました。違います。親が、うん、一応分譲マンション買ったんで、いや別にいいです、いいです。これを保証人にすれば借りれるので、帝王さんたくさんお金借りましょう。どういうことですか。あー、ブルーサンドは許してあげて、ダメ、粛清しないであげて。帝王お金持ちだからね。高級分譲マンションでしょ、さして。高級じゃないです、普通のですよ。そんないいもんなわけないでしょ。うわ、高っ。これ取っときたい方、取っといた方がいいかな。すいませんでした。どうぞします。しなくていいですから。デイちゃんを分譲する予定はありますか？どういうこと？ありません。ダイヤルと影がある。それじゃ。何？いくらで買ったマンションなの？わかんない。知らない。定民のワイラはエレベーターすらついてないのよ。帝王さんちはエレベーターついてるんでしょ。エレベーターないですよ。土下座より甘ギフ。いやいや、お邪魔するよ。また来た。何、マークさん、いらっしゃい。悪いね、仕事中に。ちょっと頼みたいものがあって。頼みたい。あれ、お客さん。どうしたんですか先生。だってこの人、そう、はあ、異能の天才科学者プロフェッサーマクブレルディギュしたはんな。マークはニート。うん、どうでしょう。うん、あ、やっぱり先生も言えないんだ。相変わらずなようで。いやー、お久しぶりですね。先生とお知り合いなんですか？知り合いというか、ちょっとした面識があるだけなんだけどね。ドロナの声優って何やらせても一緒だよな。そう。トトリちゃん。でも可愛いと思うんですが。なんでこの意地悪な人と仲良さそうにお話してるの？先生とか言うけど、そんなとしか笑んのでしょ、ゲームだから。そう。この犯罪者ね。意地悪とは人聞きの悪い。一科学者として錬金術に対抗心を燃やしていただけじゃないですか。なるほど、先生にも同じことしてたんだ。まあ、すべては僕の誤解から生じたことですから、それについては謝罪します。でも今はあなたの弟子ともこうして仲良しなわけですし、もう水に流しましょうよ。でもでも、相変わらず長くて呼びづらい名前だし、トトリちゃんをマークさんって呼んでるのにずるい。犯罪者ロリー帝王、まあ二次元だけずるいって言われたの。マークさんなら何も文句はないですよ。あなたは僕のことクマさんって呼ぶじゃないですか。それが嫌なんです。そうですよ、クマさんなんて呼ばれたら。クマさん、なんでクマさん。
ク・マクブラインさんだから、略してクマさん。可愛い呼び方でしょ。帝王もクマさんって呼びましょうか。いや、さすがにクマさん。僕豚さんでいいんじゃないの。そんな帝王を水に流しましょう。なんでですか。クマさんなら分かってくれると思ったのに。呼び方に関しては満場一致でキャッカということで、ほら、これであなたと争う理由は何もなくなった。じゃあクマさんって呼んでも。だからそりゃ却下ですってば。ほらやっぱり意地悪だよ。まあ先生もマークさんでいいじゃないですか。ちょっと変だけど意地悪な人じゃないですよ多分。うーん、分かった。トトリちゃんがそう言うなら。じゃあこの話は一件落着ということで、いい加減仕事の話に戻りたいんだけど。あ、ごめんなさい。そうですよね、マークさん用事があって来たんですよね。うん、どうしても必要なものがあってね。できれば早いうちに作ってもらえると。すいませんすいませんすいません。可愛いと思うんだけどな、クマさん。ちょっと栄養剤と、ちょっとまたロリータばっかり。え、何がですか。うん、どれどれ。はい、違う違う、水水水水水。ん、何ここ、こんなとこにいんの。待って、これあれでしたっけ。タールタールってメイド喫茶の店員みたいな格好だな。ゲーム、何がゲームですか。はい、百景寺コミさんいらっしゃいませ、こんにちは。アトリエやってます。ロロの、あ、じゃあトトリか。またイベント。先生、チムちゃん帰ってこないですね。もうサザエさん始まったか。どういうこと。今気づいたら舌打ちしてた。どう、何言ってんですか。まだ出かけてから30分も経ってないよ。結構お使いなんかできるの。何言ってんですか。今日も行かれてますね。何が行かれてるんですか。失礼な。もしかして誰かに連れてかれちゃったのかな。チムちゃん可愛すぎるから。もう心配しすぎだよ。大丈夫だって。だってチムちゃんお菓子とかもらったら誰にでもついてっちゃいそうだし。私探してきます。パーフェクト魔法使い卒業ですね。何言ってんですか。人が変わっちゃうんだから。帝王来たよ。昼誰に来たんだろう。はい、197個目さんいらっしゃいませ。昼は、はい、ラーメン食いました。昔ながらの中華そば。チム、チム、チム、またショーでやったの。何をですか。いや、生じゃない、な、中華袋麺ですよ。あ、こいつとのイベント。おお、はい、
たまには何も考えずただ街を散策するのも悪くないね。頭が空洞の時にこそ新たなひらめきは生まれる。何のことですか。はい、なんで60円のなんかそれでお腹膨れる。値段はともかく。おっと失礼、怪我はないかい。ちゅーおっと泣くんじゃないぞ、君は強い子なんだ。ちゅー、よしよし偉いぞ。みんな定員はご飯も食えんのよ、帝王さん飯食えるから定員やないね。この子はオスメス。さあわかんない。どんなのか検索したらマルちゃんのそれ性のもあるらしいよ、買ってみたら。生の見たことないですね。やっぱり怪しげな人に捕まってる。ジムちゃん、やめてください。うちのジムちゃんに何してるんですか。どう、すごい剣幕だね。お嬢さんのとこの子だったのか。ジムちゃん大丈夫。もうダメだよ、変なおじさんと話したりしたら。変態おじさん、幼女ばかりじゃん。ひどい言われようだな。このキムちゃんに燃えるってのはどういう趣味の人なの。さあマークさんだよ。え、うわーマークさん、帝王変のおじさんって言われてる。あの、その今の勢いで言っちゃったっていうか、見た目の雰囲気っていうか。いや、いいんだけどね、変なのは自覚してるし。おじさんはちょっとショックだったけど。その子、お嬢さんの子なのかい。はい、ジムちゃんって言うんです。はあ、まさか一児の母親だったとは。人は見かけによらないな。はあ、うわー、違いますよ、私の子じゃなくて作ったのは先生で。先生の？トリコも近まそうな気がしてた。老眼で子供っぽいけど、確かに子供がいてもおかしくない年齢だね。いや、そういうことじゃなくてですね、ジムちゃんは。説明しても大丈夫かな。マークさんに興味持たれたら。ワイの小屋で解剖とかされちゃったりとか。その顔はきっと失礼な想像をしている顔だね。あそこまであからさまに怪しいと逆に気になっちゃうね。どうも普通の子供じゃなかった。帝王解剖したことある？ありませんよ。まあいいか、そっちの分野に興味が出てきたら詳しく聞いてみるとしましょう。あと何でしたっけ。魚の解剖はした。そういえば小学校でやったかもしれませんね。ロゼとドブでいう人造人間みたいなやつか。何ですかね。可愛ってむーって言ってください。何ジムーって、なんでてむーなんですか。何でしたっけ。栄養剤と帝王のファンの上級国民です。こっちじゃない。トラベルゲート、何これ。35か。材料は足りません。解剖してある世代から学校で全くしないよね。いくつ作ろうかな。これか。これならいくつ作ろうかな。ここは低民の底辺、低民ばっかよ、上級国民はお断りよって金持ち嫌いの帝王さんが言ってた。カエルの解剖もなしになったんだっけ。そうなんだよ。カエルの解剖なんかしたことないですよ。帝王を解剖。何言ってんですか。理科でやらんかった。魚はやったことあるかもですけど。群馬は共同解剖。
そんな、やらん。ねえ。カエルは食用。在国ってことでやらなくなるところが多くなった。これで大丈夫それじゃ。とは西欧の地下室で。ないじゃないですか。あるわけないでしょ。なんでマンションの地下室があるんですか。わー結構すごいな。できた、うん、どの特性を残そう。3しかつけらんないの。栄養剤は結構使えるアイテムかな。カエルを食べる帝王。何言ってますか。栄養剤って何に使うんですかね。レベル、あと何でしたっけ。カエル骨多いけど美味しいよ。これか？違う？栄養剤をマップで使うと採取アイテムの質が上がる。採取アイテムの、へぇ、カエルの唐揚げ鶏のささみの味だった。そう、ちょっと待って、フンピがあれか。お客さんか、こんにちは。いきなりでは無理。どうしようかな。断る。どうしよう。どうしようかな。どれくらい休もうかな。それじゃ、さっさとやろうぜ。何をですか。あ、岩さんいらっしゃいませ。こんにちは。カエルのからりとささみの味。何を作ろうかな。どんなんでしょう。あんまり想像したくないな。これの、いくつ作ろうかな。これで大丈夫。この娘を押し倒せ。何言ってんですか。鶏肉の味がするホタテ食ってる感じ。鶏肉の味がする。ホタテ食って、ホタテ食ったことないっすよ僕。どうしよう、また探索やりますかね。それともうちょっと依頼やる。奇想、何これ、奇想天外、そんな素材あったっけ。ないですね。インド、下級国民名、どういうこと。どれあれしよう。インゴットにする。トトリ、それじゃシクサモン、トトリちゃんだ。純粋なる毒。すいませんでした。はい。探索するなら靴と手袋作っておくといいよ。いや、ただまだね、ちょっと作れないでしょ。レベル低いでしょ。探索するのはいいですがね、さっきからね、それがすごい便利なの聞いてるんですが。もうちょっと連中のね、レベルが上がんないと。
どれ？なんか素材質のいいやつ買った方がいいですかね。40は選んで。それ。ん？またイベント？何？はい、それじゃあお品物。いつもたくさん買ってくれて助かるわ。いえ、全部必要なものですから。う、結構重い。少しずつ持って帰った方がいいんじゃない？平気ですよ。アトリエすぐ近くだし。あららら、大丈夫？大丈夫です。ちょっとすりむいただけで。カゴの中ぐちゃぐちゃになっちゃった。ねえ、こう言ったら悪いかもしれないけど、そのカゴだいぶ使いづらいんじゃない？これはなんかイベント？フラグ？実は。そうですね、錬金術師始めた時、家にあったのを顔がでっかくなるとか。そうだわ、ちょっと待ってて。おや、もしや。確かこの辺りに営業やフリーランスに1日4100円給付するって予定王ももらえるんじゃね。帝王をもらえる。ワンチャンある？自営業になるかね。このカゴ、トトリちゃん使えないかしら。あ、すごく持ちやすい。中もたくさん入りそうだし。およかった。それ私がこの店を始めた頃に使ってたものなの。フリーランスの配信業って言えばいいんじゃない。商品の仕入れ先とかも決まってなかったから主人と二人で自分の足でいろいろ集めて回ってて。いいんですか？そんな大事なものなのに、私なんかに。いいの、うちにあっても誰も使わないし、ずっとしまいっぱなしじゃもったいないから。ありがとうございます。大事に使います。これでカゴは何？カゴの容量が増えました。買い物することはフラグだったんですかね。なんだこういうのね、知ってる人が。何ささり本当に、まあ、その前多分ね認めてくれないでしょうから、そんな心配無用でしょう。食堂は食事あるかな。よう、誰が。こういうの食い物ってなんかあれかね、素材になるのかね。高い、ちょっとこれはさすがに。1日4100円とか、どういう計算なんだろう。安すぎない？さあねえ、でもそんなに余裕ないじゃないですか。一級品は一個だけ？こんな高いんだ。90。3800、結構お金減っちゃうね。この際、買えるもんなかった。帝王の組み合わせ知ってるの？俺はわからない。何が？組み合わせって何が？いや、適当に目繕ってますが。
自営業の支援やり始めるんだ。どう、まあそうね、さすがにね、ね、営業できないようなね、ところもあるでしょうし、ね、全然客がね、来なくて。西洋も普通にもらえると思うよ。もうもらえますかね。ちょっと待って。まあ、起きた以外は。眠いけど西洋が悲しむと思うと寝れない。どういうことですか。悲しまないから眠いんだったら寝てください。西洋にね、隠し子いるしもらえるよ。なんでですか。隠し子なんかいませんよ。ひどい。何がですか。気遣って寝ていいよって言ってるのに、なんでひどいって言われなきゃいけないんですか。おかしいでしょう。ツイッターでおじいちゃんの旅館が閉まるから行ってあげてくださいってツイート流れてきたよ。帝王のコロナ治るまで見ているよ。それじゃあ始めるよ。どの特性かね。そのおじいちゃんコロナだよ。すごく素敵な旅館だった。本当に。これのいくつ作ろうかな。結構ありますね。アトリエって光栄なの？コロナかもしれんな。このゲーム出てた時はまだあのガストって会社だったみたいですね。まあ今はね、多分超えてくもり。これで大丈夫だね。吸収合併されたんでしたっけ。それか。ガスト。ガストはまだあるよ。あ、あるの？吸収されたけど。どの特性を残そう。ガスト。帝王が。ガスト。何言ってるんですか。失礼な。光栄テクモゲームスガストブランドらしい。今は光栄さんか。何？これならいくつ作ろうかな。あと何でしたっけ？インゴットか。これならいくつ作ろうかな。これで大丈夫。それと残醤油は何で似てる。光栄参加になってなかったら過剰な努力証拠もなかったのだろうか。さあどうでしょう。絞れるだけ絞るからな。ありがとう。あ、
どうも。ああ。そう。ああ。それ。こんな歩き方したらバカだと思われるよ。そう。早速行きましょうか。カゴどうしよう。帝王もスキップして買い物行くの？はい。何スキップして行きません。なんでですか。今どう？まだ28でしょ。スキップしたら帝王の足が壊れる。何言ってますか。これいくつ作ろうかな。むしろスキップできるの？できるでしょ。多分。中和剤は素材何でもいいってこと？これ。わあ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 。地面壊れそう。水でいいんだ。多分できないと思う。え？これで大丈夫だよね。それ。多分できます。できた。お客さん。失礼する。これを譲ってもらえ。うん、どうしようかな。ダメ。うん。これでコンテナで使用で。これがいいね。メガフラム。これで揺すってもらえないだろうか。何を揺するんですか。犯罪ですよ。それじゃあどこに行こうか。どこ行きましょうか。ねえ、こっちの方行ってないんだっけ。ちょっと遠いかな。21日。まあ行ってみましょうか。始めるか。えい。せい。それ。どうしよう。そうはさせないわ。余裕余裕。無事終わったな。
これどうなんですか、カゴ純正に倍ぐらいに増えてる、なんか100って今出ましたよね。あれ、なんかいい香り、もしかしてどこだどこだ、いた、多分50個やビル80個じゃないかな。80ですか、今100ってみたいな気がしたけど、なんか FF のパクリみたいな戦闘シーン。そう、FF そこまでクオリティすごくないでしょう。14の100でしょ、多分100じゃないですか、ね、100かごめん、うん、あ、いいです。植物、コント鳥の戦闘シーンバカにしたやっぱバカにはしてませんな一級品をすげえディスりましたね。ディスってないでしょ、このゲームは別にね、ほらね、錬金がメインですから、ね、戦闘お祭りみたいなもんですから代わりにごめんなさい別に謝んなくてもいいでしょ。すみませんでした。何がですか、でもこれ、屋上へ行こうぜ。嫌です、久々に切れちまったよ何に対して切れるんですか、別にゲームをディスったわけじゃないでしょうね。行き止まりもね、テイちゃんを粛清しておきます。なんで、粛清やめて。ねえ、わあ、なんかいる。何これ。勝てんの。ちょ、しかも一匹だっけ。勝てるかね。じゃあ、襲ってきた。どうだ。そうはさせないわ。余裕。受けろ、裁きの剣を。この幼女がコロナにかかるんですか。さあどうでしょう。ああそんなに勝てないけどね。行くわよ。せーの、うりゃ。さらにアイテムで、落としちゃえ。これで、もうかかってる。油断するな。なかなかやるわね。余裕。せい。それ。結構強い。もう一個使っちゃうか。これで、無事終わったな。すごい、相当品質がクソ高いですね。さすがに遠いところはこうやって品質高いところのものをあれしていくようにしていけばいいんですかね、これだけ。それじゃあどこに行こうか。掘っていってない、行ったか。どうしよう。入ってみましょうか。
草ばかり食べると腹壊すぞ。本当に。トトリのマップ曲は本当に眠くなる名曲だと思うけど、うん、いい曲ですけど本当にね、なんか眠りをいざなうというか、サラマンドラとウルフ、だってサラマンドラ一体とウルフ、じゃあ飛ばしていくか、ここもあるか。とりあえず一回帰りましょうか。アトリエ途中で飽きるから今まで最後までやったことない。どうしよう、気がする。この幼女でヒコヒコ何言ってるんですか。これで MP か、どうしよう、なんか作る。全然あれですね。ビスの葉っぱ。サラマンドラとビーフ。もう一回行きましょうか。それじゃあ、どこあれしましょうかね。ペンギン、この辺特に行ってもね。行けないっつったらこっちの方ゴースト、この格好はどう見てもバカだろ。そう、さーて、いっちょやりますか。せん、それ全然勝負になんなかったわね。あ、今日って冒険者免許の期限の日。マジ？え、これどうなの？え、帰っちゃうの？強制的に？あ、え、さすがに大丈夫でしょ？来たね。はい、今日で良かったんですよね。うん、そうだけど、なんでそんなオロオロしてんの？いや、その、大丈夫だって頭で分かってても、んだ、緊張してて。それ、ないでしょ。クーデリアってガンダムの？知らない。クーデリア、ガンダムにクーデリアなんてあるの？うん、仕方ないわね。これ見たらさすがに安心してくれるかしら。はい、新しい冒険者免許。オルフェンズか。オルフェンズか。そっか、あんまり新しい系のガンダムは全然知らないんだけど、申し訳ない。私まだ冒険者続けていいんですよね。10時まで寝ていい？10時どうぞ。これであと2年間は続けられるわよ。え？ 2 年？ありがとうございます。ありがとう。2年間？うん、2年間。え？なんで2年間だけなんですか？前より短いじゃないですか。なんて言えばいいか。今日の夕飯の予想をお願いします。冒険者の制度ってまだできたばかりで、結構あやふやなとこがあるでしょ。はい、確かに。それをこの際きれいに整備しようってことになってね。その作業に2年はかかるかなって。
つまりこの免許は2年経ったら無効に。帝王はコロナで永遠の眠りに。延長の手続きが必要ってことになるわね。あらら、うん、大丈夫よ。その時は今度こそ一生使える免許がもらえるはずだから、多分。多分？多分って何ですか？うん、嘘嘘。さすがに2年間ずっとサボってたら取り消しもありえるけど、あんたならそんなことないでしょ。え、ダメなの、サボれないの。また期限が切れる日に来てくれれば新しいの渡すからね。今日は冷蔵庫掃除を兼ねて書き上げ。いいですね。なんか不安だけど、まあいいか。とりあえずあと2年は続けられるんだし。本当にここに返される。さあ2年延長です。ま、うん、どれどれ。ああ、どうしよう。新玉ねぎのかき揚げ食いたかったけど玉ねぎ高かった。玉ねぎってどうなんですかね、今高いんですかね。どうも。あ、それ。ハニーパイ。ドライメタル。と、それ。トトリちゃん。それじゃあ。インゴット2個。3個くらいで180円だった、高い。確かにいいね、1個60円ちょっと高いかね。いくつ作ろうかな。1個か。ちいちゃんの放送ラジオにしながら玉ねぎ切ってもいいですか。どうぞ、別に好きにやってください。ドライメタルか。これいくつ作ろうかな。これあれするからダメ。
何が足りてないの？蜂蜜はある？小麦粉もいっぱいある？水が足りないのか。水が、これで大丈夫。それすぐですね。平和な時間が流れてる、うん、そう。知らないですよ。それどうもありがとう。ありがとう。それどうしよう。こんにちは。船作り中ですか？船？船なんか作れんですか、このゲーム。いや、まだ全然なんですが、はい。307個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。船とか作れるの？うん。どれどれ？はい。ちょっと待って。まだ次のランクも上がってないし。相撲取りって大体帝王の子供やろ。何言ってんですか。でもまだなレベル29ですもんね。ごめんなさい、ネタバレしました。本当に船とか作るの？船を作るってどうしよう。また探索しましょうか。いえいえ。なんか池とか増えた。ちょ、しかもなんかぐるぐるって、かなり、あれして、ちょ。何？わぁ、なんか道が繋がって。なんでいきなりこんなに。免許があれしたからか。わぁ、いろいろ行けるようになった。新たなポイントって言ってもね。レベル上限50だよ。わこ、北ウキンカマから船が出てくるってマジ？そうなの？ねえ、わかんないけど。ねえ。どうしよう。ここら辺行きましょうか。もう討伐の依頼はどうでもいいでしょう、もう。はい、ルシードさんいらっしゃいませ。こんにちはです。船が出るんですかね、本当に。よくよく考えたらまだボス級モンスター1からだも倒せていないけん。ボス級モンスターってどこにいるのね。全然進んでないっていうか何？全然ダメなの。はい、おしまい。マップに書いてあるよ。凶悪モンスター注意って。全然見てないっす。これで、行くぞ。一戦。さ
え、マジ落ちてない？まとめて倒れちゃいなさい。全然勝負になんなかったわね。この前巨大なプニにやられてエッチなことされてましたよね。いや、逃げましたけど別にエッチなことやられて、デラックスじゃない方どういうこと？これプレステ3ですね。はい、ゲストさんいらっしゃいませ、こんにちは。初見プレイなんでね、一応シリーズ自体が、まあよかったら見てってください。だからもこれ大丈夫かね。爆発するとか、ドッカン。ルディ色の羽。走ってる時のヒラヒラかわいい。まあなんか、結構でもなんか、走り方のフォーム自体がなんか気に食わないという人もいるみたいなんですがね。ここは狭い。こんだけ？始めるか。これで、せい。ね、落ちてないね。それ。急所の何びっくりした。それはい、おしまいっと。ジムちゃんとか活躍してますか？ねえ、一応使ってはいますが、まだそんなに活躍ってほど貢献してるかわかりませんが。活躍させてあげて。どうやって活躍させるの？その、貢献させる方法を教えてください。じゃあ、こんだけ？なんか嬉しそうだけど。彼ら最高5人まで増えますよ。みたいですね。まあでもどうすりゃいいのか全然そういうのが分かんないでね。じゃあどこに行こうか。活躍金を踏ん張ればあることで活躍するから。どういうことですか？何それ、ボケ？ボケたつもり？ん？なんだ？ディスられました。何怖い。何これ。あ、植物が光ってる。綺麗。なんだけど、なんだろう。あんまり自然な感じがしない気がする。あの辺りにある機械とかのせいなのかな。植物が光ってるのも。どういうこと？
ステルクさんのイベントで1個、ランク報酬で1個、パメラさんの店で1個とかだったような。わあ。始めるか。逃げた。余裕余裕。まとめて倒れちゃいなさい。どう。せい。この程度の相手なら当然だ。これどうやっていくんだ。出てきた。行くぞ。一戦。どうしよう。そうはさせないわ。余裕余裕。これで。うわ、全然落ちない。やばい、こいつ強い。余裕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 。テイちゃんも身を挺してリスナーをかばってくれますか。無理無理まあかばうつもりがなくてもね、体積ね、まあ体積が広いからかばうことになっちゃうかもです。今がこき、せい。うわ、経験値すごい。これどうやっていくんでしょう。わあ、危ねえ。わあ。出てきた。これで、行くぞ。一戦。まとめて倒れちゃいなさい。どうしよう。油断するな。戦闘はしたくない。ここ どうやって行った。なんか変なの生き物もいるし、ちゅ行き止まり見えない。どっから、こっち、あっから。光る円盤なんじゃこれ。わあすごい、なんかむちゃくちゃ広い。なんかいるし。
どうぞ。始めるか。余裕余裕。行くぞ、一戦。それ全然勝負になんなかったわね。もうダメか。それ。これで、うん、行くぞ、一戦。この程度の相手なら当然だ。マジックポイント回復アイテムとか作ると長期戦も楽かもね。ああ、なるほどね。あんまりねえ、そういうの作ってないですからね。どこだ、どっか行ける場所ない。お、お、めちゃくちゃ広いですね、本当に。何すりゃいいのかわからんぐらいね。広っ。これでここも行ったかな。入っていいかな。華麗にボスをする。どういうこと。え、ボスいたの。え、あのなんかってやつ。どうしたつもりはないんですが、ボス倒すと何だ、ランクアップに影響するってこと。こんにちは。はい、どうも328コマセンのします。こんにちは。はい、今トトリアやってますが、この辺ももう作れるってこと。してるメタル、いくつ作ろうかな。1個しか作れないの。なんで。何が素材はある。これクラビーシー、これで
スマーマーにしても、何これ、そんな貴重な素材なのっていうか、これ収集してほしいな、そんなったら。新しいチムちゃん欲しいけど。大丈夫。こんなんできるんですかね、もし、ちなみにっていうか。何のお仕事を手伝ってもどれを取ってきてもらおうかな。でも無理ですよね、そんな。できる。ここにあるものしか無理ってことですよね。ないですもんね。どっか武器屋で売ってるとか。ください。何が欲しかったんだっけ？なんとか石って。どれを買っ？違う。これか。1個しかないんだ。80。あいよ。どれを買っ？プラティン7000ですもんね。さすがにこれは無理だし。とりあえず2個作っちゃう。プラティンならそろそろ作れるんぜ。プラティン、これ、40でしても。無理無理。ねえ、ほら、いくつ作ろうかな。無理って言ってるんで。これ、いくつ作ろうかな。作るな。わらわら。全然レベルが低い。ちょっといい素材使いましょうか。この辺の。これで大丈夫それ。できた。どの特性を残そう。すごい6とかあるんだ。わすごい A になった、初めてだ。わすごい S になった。大地の力、イカズスの力。これで武器作りたいですね、一個あれして。下浮きんレベルは、今の自分に近いルブのアイテムを大量に作らないと上がりにくいかな。ねえ、まあ、それは。お客さんか、こんにちは。いきなりでは。どうしようかな。そう。何でしたっけ、シティルメタルね。エイロンフェザーとボディウールか。こっちゃいかいですね。これか。かぼちゃに作ってきたプスー。
いいですね。はい、鉄さんいらっしゃいませ、こんにちは。これ2個か、5個。ですかね。なんか作れますかね。武具だか防具。あ、どれを。どれ作りゃいいでしょうね。おいおい、ジョーちゃん。ダメだな。おいおい。おいおい、ジョ。材料って言っても材料は分かんないっすよね。おいおい、おい、材料とは一体どれ。あ、おいおい、材料ってどれさ。防具も作れない感じ。まだこの頃は不親切なシステムなのか。不親切ね、わかんないですよね。おいおい、え、これが作れる MP MP10 防御力13ちょっと強い。せよ、おいおい、こいつでいいんだな。作る、よし、できたぜ。こいつはかなり。おいおい、ジョーちゃん、材料。もうとかクソ弱いでしょ。これ今装備してるでしょ、多分ね。おいおい、ジョ。おいおい、おいおい、おいおい、こいつでいいんだな。おいおい、よし、できたぜ。え、下がっちゃう？え、こっちの方が、あ、
だな。あんまり上がってるあれがない。わからんな。あんまり装備がいいの作れてない。もうちょっと良い素材が欲しいところかね。ありがとう。いい素材を作れなきゃってこと。そこいいでしょう。それで報酬がこの程度ってポリウール。わこせまた。はい、どうも、ふんころさんいらっしゃいませ。こんにちは。今一応。和骨です帝王さん、どんな素材が欲しいかのお絵描きはまだ終わってませんか。いやってませんよ。これでだそれじゃ。はい、おっかぷさんいらっしゃいませ。できた。どの特性を残そう。ダメ。報酬ちょっとしかないけど。どうしよう。この辺もどんどんやっていくしかない。ベジパイ。トトリちゃん。それ。神秘のアンク。そ。甘い宝石。そ。どんなの。また。あ。どれどれ。はい。ベジパイでしたっけ。いくつでしたっけ。ベジパイ3個、アンク2個、宝石2個。これがいくつ作ろうかな。これで大丈夫。それじゃ。できた。何でしたっけ、あと。これか。これ、いくつ作ろうかな。何でしたっけ。これでそれ。失敗？どの特性を残そう。これど失敗じゃダメなんじゃないの？いくらあれでも。壊れたアイテムじゃ。
ろうかな。マジそんなことあるんですね。初めて失敗したかも。何がいけなかったの？品質が悪いから。そんなスピンも使ったつもりもないんですが。これで大丈夫。何でしたっけ、甘い宝石、そんなのあるの。バキャッ、いや、こんに、これなんだけど、どうしようかな。断る。せいちゃん元気ないね。え、そう、いや、ゲームにほっとしてるからですが、別に元気ないわけじゃないんですよ。あ、なかった。はい、342個目さん、いらっしゃいませ。これがいくつ作ろうかな。2個か。何？蜂蜜が素材なの？蜂蜜と、これでそれ。あと何？蜂蜜食べたいの？作った、あれ？ちょっと待って。あれ？蜂蜜いや、あんまり好きじゃないっす。あ、どうだ？好きじゃないんだ。え、ベジパイ作んなかったっけ？あれ？ありがとう。そう。どう？そう。ベジパイ3個あれ作んなかったっけ？抗菌効果のさ弱るから喉にいいよ。だから一本丸飲みして、たぶんジムちゃんに食べられた。食べられた？マジ？あのクソジムがってこと？何してくれてんの？もうちょっと品質いいの前に。ストックなかったから。怖いですね。でもそう考えると、いきなりガブっていかれるってことでしょうね。さすがにこの時間はリスナーさん少ないね。こんなもんですよ、大体。はい、348もしてらっしゃいませ。こんにちは。僕の安心のリスナーさんっていうか、こんなもんですよ。
これもっといいところだったら水もっとガブガブ80高いのいけるんでしょうね。確か昨日行った井戸とかだったら、え、帝王さんのリスナーは全国に5億いるって聞きましたよ。なんで、なんで日本の人口が1億だっていうのに5億っておかしいでしょ。四川省になるとなぜかわらわらはいてくるよ。うん、そんな、そんなにもいないでしょって。これいくつ作ろうかな。3個、え、倒れちゃう。一日じゃ休んで。どうしようかな、どれくらい休もうかな。それすかさず5億、職人さんいつもありがとうございます。何を、これいくつ作ろうかな。いえいえ、何言ってんですか。これで大吉、それできた。どの特性を残そう。どうしましょう。また探索しますかね。今引っ越し準備のため休みもらったけど、一切何もしてないや。なんで引っ越しなきゃいけないんじゃないの。誰でね、まあ、そりゃねえ大事でしょうけど、少しずつでもやっていかないとね、大変ですよ。どうしよう。番号券ないんですか。ただ水ですよ。こんなペンギンいるの。あと何すりゃいいんでしょうね。また来て、探索行ってないとこ行くぐらいですかね。ギリギリまで貯めて一気にやればいいんですよね。寂しいだろ、引っ越すなよ、ね、役所に転出届と電気水道ガスネットに連絡するのめんどいな。荷造りから全部業者に任せちゃおう。値段いくらかわからないけど、そうなんでしょうね。心が引っ越せばそれで引っ越し完了よ。そう、ていちゃん引っ越ししまくったから引っ越し職人でしょ。だってね、子供の頃の話ですから。それに資産で20万なら安いかもですかね。この引き出し10万は超えるな。ハイエンドパソコン変えちゃうな。ね、一番住みよいのはどこだった？はい？何？一番住みよいの？どこでしょうね。埼玉の時かな、住みよいって意味では。5月に引っ越しなら5万切るんだけどな。やっぱり時期があるんですね。神奈川ダメなの？神奈川？ん？ちょっとね。なかなかやるな。それ。どうしよう。油断するな。うお。行くぞ。と勝ちはするの大変だろうけど。まあね。デプリケーターアイテムを。複数しようただし効果じゃないでしょう。どう
させないわ。編成艦長の声。そうですね、多分偏見さんですね。パパオは天神族だったの。そう。はい、おしまいっと。帝王、それは偏見ですよ、グフフ。なのですか。天候何回した？これしかない、ここ。天候何回？学校って意味では2回。あんまりもないですね。それじゃあどこに行こうか。いやー、こっからでもこういっとな。遠光難回したに聞こえた。もうダメかもしれない。何言ってんですか。力こう行ってこうの。転校初日のつもりで自己紹介してください。なんでですか。はーい、374個もされました。よく転校してたやつに聞いたけど、クラスに入ってがっかりした顔されるのきついって。どうでしょうね。クラスに入った瞬間、帝王だってすぐバレたでしょ。バレるってと、どういう風に バレるの意味がわかりません。100キログラムの姿で登場した時、騒然とならなかった。どこでしょうね、覚えてない。覚えてない、知らん。始めるか。行くぞ、一戦。余裕余裕。えそれ。全然勝負になんなかったわね。今から引っ越すところ。田舎だから月曜日は大体の食堂休みなんだって。へえ、田舎だから月曜日が休みなんですか。よくわからんけど、大変ですね。日曜日も休み多いってさ。あらららら。さーて、いっちょやりますか。まあ、外食利用する人はね、ちょっと不便ですね。これで、えい、ー、えい、ー
行くぞ一戦。あらら、この程度の相手なら当然だ。なんかは生活する上では不便なんですかね。帝王店開けてあげて。どういうことですか。何の店ですか。餃子の帝王っていうのはバカなの。オッケー。何がオッケーですか。受けろ、裁きの剣を。野良猫は多いって教えてもらった。そんな情報いないわって思ったけど、改めて考えてると猫好きだから有用だったわ。そう、野良猫が普通にいるんですかね。わかんない。サラミ飯定食、うん、何のことですか。猫情報重要、うん、そうでもどうでしょうね、この辺でもあんまり野良猫、田舎ですけど見かけないですけどね、いるんですかね、うん、見た目に返して外見幼くない。え、何これ。天の声のキャラ。ちょっと待って、今何。え、ちょっと待って、何。野良犬は逆に見ないで、猫ばっか。待って、こっち豪雪だからあんまいない。 何これ、え。あとフライドポテトでご飯食べる生主がいるってさ。何ですか、そんな人いるんですか。いや別にそれおかしくないでしょ。何がいけないんですか、やめてくださいね。帝王のこと。何言ってんですか、ね、もういっぱいってこと、コンテナが。もしかして枝豆に塩かけて飯、うん、いいじゃないですか。枝豆だって美味しいでしょうね。まあ、この時期はまだあんまりね、枝豆ないから。うん、ちょっと待って、もういっぱいってこと。冷凍枝豆、その枝豆はあんまり好きじゃないんですけどね。ちょっと今度なんで枝豆をご飯にかけて食うって聞くと違和感だけど、枝豆ご飯だといけるな、うん、ね、やっぱ茹でた枝豆がいいよな。そう、枝豆ご飯好き、うん、ね、美味しいでしょ。せいちゃんフライドポテトおかずに米食うの。コンテナいっぱいか、とうとうかっていうか、うん、それに比べてグリーンピースの不遇っぷりは。そう、枝豆ご飯って炊くときに混ぜるの。うん、いや違いますよ、後々ですよ。一緒に炊くのは結構あるみたいだけど、後々にかける派生用で初耳。そう、そう言われてもね。枝豆だなんてそんなていちゃんのスケベ。何のことですか。
これ売っていいのかな。いらんか。こういうの引き取ってくれるんですかね。今度かけるの試してみるかな。そう。いる。あもう時間か。ちょっとどうしよう。どれをか。枝豆ご飯食べたくなってきた。でもこういうの品質あれでも一応金にはなるんだ。塩味が効いてれば結構美味しいと思う。そう。ああ、やっぱでも悪いなって本当に。ユビタルあれしか。豆ご飯美味しい。でもこれはあれなんだ。結構値が高いんだ。フルサンドも一応はあれ。するまで売るんですか？さあ、ありがとう。それ競合と冒険で冒険の割合が大きいとコンテナいっぱいになりがち。お豆をつまもうとするとするといっちゃうんですよね。何のことですか？どれを。江戸豆の方が名前良いな。そう。ありがそれ。どうしよう、次は買い物してっか。どれを。こういうのなんかクオリティが上がったりしないんですかね。時間ない、しょうがない。今日はここで終わりましょう。あんまり進んでるか進んでないか分かってないけど。これで今ダメ。何がダメですか？今どこまで来た？4年目の10月か。6月があれですとか、だから6年目の6月までなんとかしなきゃってことでしょうけど、まあいいや。はい、じゃあちょっと時間になりましたので、今日はここで終了とさせていただきます。はい、2時間24分、ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい。